はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤優儀です。さあ本日なんですが、クリボーデッキを組んできたので、こちらを使ってねエンジョイ対戦をしていこうというふうに思っております。クリボーデッキ、皆さんご存知ですか？いっぱいいるんですよ。クリボー、クリボーって検索しただけで多分死ぬほど出てくるんじゃないかな。こんだけいるんですよね関連カードもある含めてやばいでしょ数で。今日はどういうクリボーデッキかっていうと、まあちょっと新規カードがね、あのペンデラモンスターいろいろ加わったんだけど、この辺ちょっと使ってたのであんま強くなったから言うて、展開にガンブレしたクリボーデッキを送ってきました。これクリボーってね、展開力そこそこあって、1枚初動はないんだけど2枚で展開できるカード結構多いですよ。例えばまあ有名なのはやっぱクリボーと増殖ですね。これクリボーをリリースするとクリボートークンを可能な限り特殊ができるっていうのが意味不明なぶっ壊れ効果ありまして、でアドバンス召喚には使えないけど、あの5体にできると、1枚を、まあ、2枚か、実質2枚を5枚にできるということで、まあアドバンス召喚しなくてもね、現代遊戯王はリンク召喚っていう、まあ、方法があるので、リンク召喚で結構いろんなリンク5までは伸ばすことができるということで、でこの辺のまあこううんとリンクモンスターを使っていく感じですね。で、他にもですね、クリマ同士っていうモンスターがいて、これとクリボーを呼ぶ兵とか、ティンクルファイブスターっていう、まあ、これのカードを使うとですね、また一気にモンスターが出せるんですね。これ自分のフィールドのレベル5以上のモンスター1体のみをリリースすると、自分の手札デッキ墓地からクリバー、クリビー、クリブー、クリベー、クリボーを1体ずつ特殊召喚するっていう効果がありまして、これで、まあ、レベル5になれるんですけど、これ自分で効果で、こいつをレベル5にして、あの魔法使えばね、魔法使えばレベル5にできるんで、これをリリースしてティンクルファイブスター打って、まあ、クリボーいっぱい出してきたりとか、あとそれから、まあアストラルクリボーで、ナンバーズのレベル、あ、ランク5のやつ見せてレベル5にして、そいつをリリースしてティクル5スターしたりとか、まあ、そういう動きができますと。で、エースモンスターは基本的にはそのクリバビロンっていうモンスターなんですよね。クリボーデッキはこれ、クリバー、どれだ、これだ、クリバーの効果、これでフィールドのこのカードと自分のフィールド手札のクリビー、クリブー、クリベー、クリボーをリリースすると、デッキか手札か墓地からクリバビロンを出せると。これがね、自分の墓地のなんかクリボーモンスターの数かける300ポイントアップするんで、結構打点がね、なんか4000とか5000とかなんかどんどん高くなっていくんですよ。まあクリボーが肥やせれば。なので、まあ、エースはこいつだけど、基本的にはこいつ殴ることしかできないんで、まあ、それだけだと弱いということで、今回はリンクモンスターの力を借りて、まあ、例えばですね、一つはドミニオンキュリオスから確定でディアボロスを落として、リンクリボーとディアボロスのコンボをしていくとか、あと、リンクが結構伸びるんで、トポロボジックゼロボロスを出して相手のモンスターとか魔法トラップもろとも全部除外したりとか、王身長シムルグも出せるので、王身長シムルグからの、巨身長で無限妨害したりとか、まあ、リンクを使ってクリボーの展開力を使ってリンクして戦っていくみたいな感じの構築になっております。はい、まあちょっと戦い方をね見ていただければ分かるかなと思うんで、早速ね、このクリボー増殖コンボを決めていきましょう。デュエルスタンバイ。クリボーデッキとか使ってるやつ世の中にいんのかな。なんか今のところ俺見たことないんだけど、これ俺しか使ってない、もしかして世の中で。まず闇ユーズね、うらら打ってほしい。なるほど、ない。クリービー除外、クリボーを召喚するしかねえな。召喚剣使っているか、あ、まあ、これあれか、一回クリボー呼ぶ兵の方がいいか。クリボー呼ぶ兵発動、クリクリー、モンスターを特殊召喚、現れるクリボー、よしそして増殖を発動、クリボーが勝手に増殖、うおー1枚、いや2枚か、2枚か5枚に、うおこれは強いよね、これは強くない、普通にこれやってることちょっと強いよね。クリボートークン1体でリンク召喚、リンクリボー、そしてクリボー召喚、そしてクリボー1体でリンク召喚、現れろサクリファイスアニマ、これディアボロス引いてのちょっと強いな。そしてサクリファイスアニマとリンクリボー、そしてトークン3体のモンスターを使ってリンク召喚、召喚条件は属性が同じで種族が異なるモンスター3体現れろ、ライトロード、ドミニオンキュリオス。これなんか海外ではなんか禁止だったらしいですね、これね、噂によると。何がいけないんですかこれ、なんかあれですか、ティアラメンツがなんかやばいことしてるんですか、ドミニオンキュリオスなんかで。ちょっとわかんないですけど、理由は
さあドミニオンキュロスの効果で墓地をいっぱい壊していくぞ。墓地を壊すことにね、結構クリボーはね、いいことが多いですからね。はい、そしてリン・クリボーの効果を発動。リン・クリボーの効果によりフィールドのモンスターを一体リリースすることにより自身を特殊召喚し、特殊召喚に成功すると暗黒の魔王ディアボロスがあお友達だって出てくる。オッケー、リン・クリボーとねディアボロスはお友達なんでね。そして暗黒の魔王ディアボロスの効果を発動するぜ。暗黒の魔王ディアボロスの方によりリン・クリボーをリリースすることにより相手の手札を1枚相手が選んでデッキの一番下に戻すか、デッキの上に戻すかっていうことができる。これあんまり強くないです正直、相手が選ぶんで。なんならデッキに戻したいカードを戻されるんであんまり強くないですあんまりね。そして、IP マスカレーナをディアボロスとクリボートークンを使って臨機召喚現れろ。あれな、今これアルティメットトコロジックゼロボロスの構えするんで、これはですね、一旦エンドでいいや。クリバビロンちょっとね、除外されそうなんでちょっとやめときます。ちなみにあんだけ結構頑張りましたけど普通に一妨害ですもうちょっと強そうな動きあるんですけどね、それやっちゃうとね若干その対話拒否感があって、なんかねクリボーデッキというなんかうんってなるんだよね。うん、ちょっと違うなっていう気はしてんだけど、ただねちょっと勝つという目的にするとね、どうしても、あ、なるほどね、はい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 。ちなみに今回ねフリー対戦では、あ、間違えた、ランクマではなくねフリー対戦にちょっと潜ってみてください。フリー対戦に潜って結構おもろ系デッキがね飛んでくることを祈ってねやってるんですけども、あ、なるほど、サウストロジャー、なるほど、出た、やばい、挑戦者の、これもあれか、パーフェクティングカオスソルジャー来るか、これパーフェクティング来る、これ挑戦士の方が、挑戦士の方が使って、これやばい、これ余韻闇とあれかな、開幕いんのかな、でもあれ対象取るよな、あれ多分対象取るはず、開幕と余韻闇出たー、これパーフェクティングカオシングソルジャーじゃん、これでやばい、パーフェクティングカオシングソルジャー来た、やばい、それはですね、いやこれ吹き飛ばすしかなくね、いやでも除外さ、まあまあ除外されたらやばいし、普通にハンデもめんどくさいし、必殺 IP マスカレーナの効果を発動。ちなみに IP マスカレーナの IP ってどういう意味、ドミニオンキュリオスとマスカレーナを素材にリンク召喚現れろ。トポロジックゼロボロス、さらにフィールドに存在するトークンをリリースし、リンクリボーの効果、リンクリボーの効果により自身を特殊召喚、さらにトポロジックゼロボロスの効果、リンク先のモンスターが特殊召喚された場合フィールドのカードを全て除外する、うおっつー除外きついやろ、除外バリきついやろ。ターン終了し、飛行者村雲のオロチの効果を発動。村雲のオロチはデッキトップを除外することによって自身を特殊召喚できる、うおー。ちなみにトプロチックゼロボロスは除外された次のスタンバイフェーズに自身を特殊召喚することができる、現れろトプロチックゼロボロス。このカードは除外されているカードの数かける200ポイントの打点になる。これってクリバビロ出したら勝てるよこれ、もうはい、たけー打点たっけ、打点たっか、クリバビロン君いいぞ、いけバトルフェーズ、うおーおりゃあ楽しいトポロジックゼロボロスって必殺仕事にても、人格闇湯するしかありませんね、人格闇湯ですね、はい、これは人格闇湯、まあ結局ですねこのデッキ2枚コンボなんでね、はい、まあ割とよく事故るという割とよく事故る話です、割とよく事故る、あーなるほど、村雲いらんかも、これ村雲いらんわ、これちょっともったいないけど、村雲ちょっとクリボールは魂すぎてちょっとクリボール叫びたいんでちょっと一回こうしといて、で熟練のクリマ同士を召喚、そしてクリボーを呼ぶ笛を発動、クリボーを呼ぶ笛の効果によりデッキからクリボーを
を1枚手札に加えるか特殊召喚できる。そして熟練のクリマ同士の効果、魔法カードが発動した場合カウンターが壊れ、カウンターを取り除くとレベルを5にできる。そして打点が上がる。フルルルルルティンクル5スター発動、レベル5のモンスターをリリース。さらにデッキから、クリボー、クリバー、クリビー、クリブー、クリベーを特殊召喚。うお、2枚か5枚に爆破ドーつこのシーンだけはマジで何回見ても強いよな。そして、クリバーの効果、クリバー、クリビー、クリブー、クリベー、クリボーをリリースすると、デッキ墓地手札からクリバビロンを特殊召喚できる。現れろクリバビロン。そしてクリバビロンの効果を発動、クリバビロンは自身を分解することにより、手札墓地からクリバー、クリベー、クリブー、クリベー、クリボーを特殊召喚できる。ほっ、これはクリバビロンを、ね、手札に加えるという動きができるだけっていう話なんですけど、はい、で、はい、で、はい、はいと。そしてここからが真骨頂よ。ちょっとクソゲーしていいですか。ちょっとクソゲーしていいですか。クリビーとクリバー2体を使ってリンク召喚、現れろ。リプロドックス、さらにリプロドックスのモンスター効果を発動、リプロドックスのモンスター効果によりリンク先のモンスターを鳥にしていく。鳥。そして超獣族モンスターを含むモンスター2体以上でリンク召喚、現れろ。王神超シブルク、クリボーが謎の鳥に、クリボーが勝手に鳥に。そして2体の同じ属性または同じ種族のモンスターでリンク召喚、現れろ。ユニオンキャリア、ちょっと待って、リンクリボーを挟んだ方がいいか。一回リンクリボーを挟むことによってまたいつでもリンクリボーを蘇生することができるというね、最強のムーブができるんで、一旦このリンクリボーを挟み出して、闇属性なんでね問題はない。2体の闇属性モンスターをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、現れろ。ユニキャリ、まあ、こいつは悪さしかしないんでそのうち禁止になると思います。はい、まあ、どうせこいつも短い命なんじゃないですか多分だけど知らんけど、なんか結構いろいろね悪さしてるんですけどこの人、まあでもそのうちねこいつはまあ禁止に豚箱にぶち込まれるんじゃないかなって思ってますけども、まあ今のうちに使っていきましょうね。はい、でミストバレンのライチョウとかいうヤバすぎるモンスターを爆誕させの、そして、カードを1枚セットしの、これで、まあ、エンドでいいかな。でエンドフェイズ王神長シムルグの効果でミストバレーの巨神鳥とかいうぶっ壊れモンスターが爆弾、はい無限妨害クリボー展開から無限妨害、クリボー無限妨害デッキ。ちなみにこのデッキは、まあ、一応ねちなみに無限妨害の弱点って皆さん何て分かります、まあ、ミストバレーの巨神鳥ってミストバレーモンスター戻してなんか効果無効にできるんですけど、マイチャンソウルズね、これ要はこれ発動するじゃないですか、まあ、ブラックマシャンデッキなので、でミストバレーを戻して無効にできるんですけども、戻してミストバレー出てくるから無限妨害に見えるんですが、まずそもそも同一支援上では打てないっていうことと、あと、ミストバレーの雷鳥を殴られてしまうっていうことがあるんですよ。はい、これ殴られるんですね、雷鳥が打点が低いんで1100しかないから、これをですねまあちょっと見ててください、まあ、多分殴ってくるから相手のに車椅子の引き、いいカード持っているな車椅子の引きは。手札から速攻魔法で融合することができる非常に優秀なカード、まあ、ちょっと一回クリボーを呼ぶべきか、発動しておきますか一旦ね。はい、まあ、ブラックマジシャンとか出てくると呼ぶ笛に反応してワンドローされるんで、まあ、めんどくさいから。さあクリボーを呼ぶ笛の効果によりデッキからクリボーを特殊召喚できるぜ。うわすげえ、何このチェーン合戦なんかまるでなんか何増殖する時にうらら打って、うららに墓穴打ったらわらし打って、でわらし効果にチェーンしてガンマみたいな動きしてるけど、別にそんなことはないんだよな。このなんか割とエンジョイデッキ同士はそんなになんか向こう向こうみたいなのしてこないから、ただチェーンしてるだけっていうみたいな感じなんだが、これは一体何をトップ、ああ魔導陣ね、強いね、はいはい、なるほど。でモンスターを特殊召喚、クリボーをデッキから特殊召喚していく。そして黒魔術の秘技の効果によっ
って、何らかの融合モンスターが出てくる。これ何が出てくるんだろうこれ。ここで、ブラックマーシャンと、ブラックマーシャンね。オッケーオッケーオッケー。了解。ブラックマーシャンと了解。打点高えんだよな、あいつ。結構、28なんだよな。で、ミストバレーの雷鳥は、手札に戻ると自身を特殊召喚できるという効果を持っている。いや、これ強気の攻撃表示だ、これ。強気の攻撃表示は絶対殴られるから。はい。強気の攻撃表示。で、リンクリボーが一応1体いるんで、まあ、リンクリボーで、まあ、クリボーをリリースしても、で、効果を発動したら、まあ、無効されるから多分効果を発動しないよね。はいはい、メインフェス終了前。リンクリボーの効果を発動するで。リンクリボーの効果によるクリボーをリリースし、自身を墓地から特殊召喚。はっ。よし、いいぞ。リンクリボー。雷鳥を守れ。雷鳥を守れ、リンクリボー。いや、これクリボールの方がいいか。あいつ守備力の方が低いもんな。これはね、キャンセルして、クリボール俺マスターディレイでクリボールって叫んだら多分初めてなんじゃね。自分でデュエルしてて、よし、これが最強ミストバレーの雷鳥を全力でクリボールで死守するスタイル、これがクリボーデッキよ。何ミストバレーの巨神鳥の効果を発動。ミストバレーの巨神鳥の効果により雷鳥を手札に戻し特殊召喚をしていく。現れろミストバレーの雷鳥、もう一度再び特殊召喚。でゃークソすぎる、クソクソクソすぎる。この盤面何無駄な抵抗を、無駄な抵抗をしてくるが、あいつなかなか頑張ってるな。うせえ、黙ってろ。ミストバレーの巨神鳥の効果を発動。ミストバレーの巨神鳥の効果により、ウェルテアナコンダの効果を、雷鳥を戻すことにより無効にする。さらに雷鳥の効果手札に持った場合自身を特殊召喚これフリーでやっていい動きじゃねえ、これフリーでやっていい動きじゃねえ気がするごめんなさい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 、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。うるせえな、反省してます。増殖あんじゃん、いいじゃん。ワンチャンをなんとかし、あ、でもクリボー出せねえかこれ。あ、ラビキャンツ、あー、なるほどね、ラビキャンツ OK。 村久保くんはね、ちょっとあのデッキの中に眠ってるほしいカードを全部使った後にだったらいいんですけど、ちょっとあんまり出し最初から出すとやばいことが起きるから、はい、まあ、使いどころはちょっと注意といった感じですね。はい、さあここでゼンマイティ、なるほど、これはまたいつものクソムーブが始まるな、いつものクソレッカーたちのクソムーブが始まるな。これビジャパンビビ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 ジャパン、やばい、これ相手もこれ無限妨害の構えじゃん、しかもアスタルも入ってる、強え相手の無限妨害盤面の方がレベルが高いぞ。待ってくれ、ダークサクチャイバー、何、ま、マジこれあれか、これセットカードビジャマンやんけ、絶対無限妨害ビジャマンだとか。なるほど、確かにそれ面白いな、そのデッキの発想、なるほど、それおもろいな、それは確かに。これ一生だからこっちの発動した効果を無力化して無限妨害していけばウィジャパン揃うってことかやべえ、天才の発想だ。なるほど、これ面白そうだな、ちょっとこれ俺も作ろう、俺も作ることに決定しました。相手の攻撃はクリボールで一応防いでいく、クリボール、相手はウィジャパンで勝ちたい気持ちがね、ゴリゴリなんで、この効果に遅延して村久保のうちの効果を発動し、ブラックモノローチの効果によりデッキトップを8枚除外し、8枚除外することによって俺のデッキはあと残り1枚。よし、これで相手はウィジャマンで勝てないウィジャマンでの勝利を阻止、
デッキが残り1枚のため次の俺はデッキトップでドローするとデッキ切れが負けが確定するぜ。残念だったな、お前がビジュバンで勝つことはできない。さらばだ、うおー。